ベリンガムがビニシウスにブチギレで内紛勃発。スペイン1部レアルマドリード FW ベリンガムが、試合中に FW ビニシウスに暴言を吐いた。二重化のセルタ戦で、ゴール前でフリーになっていたが、自分にパスをせず、シュートを打ったビニシウスに詰め寄り、大きなジェスチャーで一方的に文句を言った。その場面はテレビで鮮明に中継され、翌日の英国各メディアが大きく取り上げた。試合後の公式会見でも、アンチェロッティ監督がベリンガムの暴言を聞かれる一幕もあった。同監督はベリンガムが先輩に不満を言ったということは、彼が人格と勇気を兼ね備えているという意味だ。いいことだと思っていると交わした。意見の言い合いがチームを育てるってか。ベリンガムの不満が爆発したら出ていくだろうね。マドリーはブラジルひいきしてからおかしくなってる気がする。暴言ではなく指導だよ。年上年下関係ない。ベリンガムは FW であっても守備時は素晴らしい献身性でピッチ全体で戦う。ビニシウスってベンゼマにも怒鳴られてたな、カッカする性格なんだろうな。プロなんだから当たり前、終わったらノーサイド。これに加えエンバペもロドリゴもいるし、スターの共存ってほんと難しいんだな。マドリーはクロースとモドリッチという伝説二人がいなくなったら、精神的支柱のベテランがいなくなってよりまとまらなくなりそうだが。ベリンガム今は前線で同じ方向に動く複数人のフォワードの守備の尻拭いをさせられて、ある程度自由を残しつつ攻めるっていう余裕がベリンガムに持てなくなってしまっているのはかわいそうとしか言いようがない。銀河系軍団って難しいんだな。